なるほど、うん、それはそこのピンポイントを狙ってる子なんですね。そうです ね、うん、あの一般的な国公立の受験はそれこそ全部勉強しなきゃいけないですもんね。そうですね、国公立になるとまあまんべんなく、うんうん、やらなきゃいけないかな、うん、古典とかまで出てきますもんね。まあ国語になるともう古文漢文は、うん、必修でしょうね。もう必須、ね、絶対。だからさっきの国語捨てる対策打ってるような子なんかは、うん、俺古典とか漢文ダメなんだっていうようなイメージがなんか想像できたんですけど、うんうんうん、本当国公立で一般を受けましょうっていうと、うん、全部やるから本当にもうここ入った時からね、うん、準備してくれって感じでしょう。そうですね、うんうん、はい、まあね本当大人がさなんかこうサポートしてあげたいなということで、なんとかそのまずそういうシステムにちゃんとついていく予備知識みたいなものをまず知って、うん、で、あそっかそんな大変なこと今の受験生はやってんだなと、うんうん、そこからねなんか理解して寄り添えるような、うん、社会が望ましい登米シティなのかなと思いました、うん、はい、いや本当に、まあ、私もねその、まあ、ニュースで見たりとか、うん、まあ、新聞から来るぐらいのやっぱあの材料では分かんなかったんですよ、うん、学校行ってみたらば今こうなのみたいな、うんうん、ことは現実にあるので、ね、引き続き学校行って学校の今をお伝えするみたいなやつ撮ります、うん、はい、はい、近々あるのはね、石巻工業の文化祭つも行きます、はいはい、あと古学の体育祭つも行きます。お、うん、全然勉強じゃないところも高校の魅力じゃないですか、うん、そうですね、うん、ほんで、まあ、みんな工業なんかバカしかいねえんだべとかって思ってるかもしれないですけど、うん、あのね専門的にやりたい科目も決まっちゃってるんで、うんうんうん、あの全部の科目できる必要ないみたいな、うんうん、そこはやっぱりあの実業専門高校、うんうん、これはね、自分の好きな科目に偏ってもいいみたいですね、うん、だから受験そんなに点数高くなくてもいけちゃうじゃないですか、うん、はいはい、だから科目が豊富で設備がすごいんで、私ね大学並みの設備だななんて思いましたから、うんうん、でそこからもっとじゃあ工業大行こうよっていう人は、うんうん、自分の道もまた選べるでしょうから、工業石巻工業とか、うん、志望校行くやつなんか塾来ないですか。いや、いますよ。います、はい、あ、じゃあ私外れてないな、うん、工業高校ね俺一押しなんですよね、うんうん、で勉強する子って建築やろうとか、うんうんうん、そんな感じですよね。そうですね、国家資格目指していく子たちは、うんうん、やっぱり基礎数学、うん、物理かな、うんうん、なんか先生たちももう見た感じその専門家ですねみたいな先生でした。私は図面を教えてますとか、私は 3D CAD ですとか、うんうん、教室も全部それぞれ別で、うん、パソコン何百台もあるんですよ。すごい。あの佐沼高校なんか、うん、ボロッチー Windows ギコギコなってたんですけど石巻工業行くと、うん、メモリー2ギガ3ギガ積んでるような、はいはい、3D の CAD やるとフリーズしちゃうじゃないですか、うんうん、それがバンバン動くPC がずらーっと100台ぐらい並んでる部屋なんで、すごいですね。あら今こんな設備いいんですか、うん、って言ったら、あの本物の金属を加工する、NC っていうコンピューター制御の加工機があるんですけど、プログラムをパソコンで組んで、で金属の塊を置くと 3D を作ってくれるんですけど、はい、それ機械1億ですって。1億、うん、それが学校の設備であるってことなので、はい、それを本当にいろんなトヨタとか日産とか、うん、ものづくりしている会社が使っているような機械らしいですけどね、うん、最新の設備でびっくりしました。すごい。産業高校も同じです。機械科とかね、おうおう、うん、入ってるんで MC も持ってるって言ったから、実業系高校今復活の時代を感じてるんですけど、うん、まあ、あと普通科にやっぱり二極化してますね、うんうん、普通科でやっぱりもう大学目指しましょうっていう道と、うんうん、高卒で現場意識している就職、うんうん、あの石巻工業の求人の会社がすごいいっぱいあってびっくりしたんですけど、
1学年200人の卒業生に対して求人600社来てるんですよ。すごい。これ選び放題なんですよ、うん、多分200人卒業生のうち半分近く進学しちゃうんじゃないかなと思うんですよね、うん、半分いかねえか、50人ぐらい、うんうん、4分の1ぐらい進学したとして残り600社を次のものを選べるみたいな就職が今工業高校で行われてました、うんうん、ハローワークなんかより充実すごい、うんうん、だからそんな高校をその今度また文化祭とかね行ってきますので、石巻工業今一押しやってます。はい、はい、なんかやっぱ津山からだと、うん、石巻方面話題多いですもんね、うん、まあ津山だとね、あの豊里とかの人、うん、柳津駅とかで乗ってブーみたいな形であっち行ったりとか、豊里の人も結構行きますよね。行きます ね, ね、それこそ三浦さんだって石膏だったし、はいはいはい、はい、うん、あと今石巻西とかって言います、商業とかって言います、今石巻西もありますし石巻商業もあります、はいね、そうするとみんな豊里駅から電車で行けちゃいますからね、うんうん、案外豊里の人、津山の人は佐沼方面見てませんみたいな、うんうん、津山校の今高校生、あ、中学生、うん、中学生はどうです、石巻方面意識してますか。中学生はそうですね、やっぱりね半々ぐらいかな、今だとまだ、うんうんうん、中3はこう登米市内にね残ったりとか、うん、やっぱりあ石巻方面行ったり、ええ、うん、中1の人たちとかも今こうねまだちょっとほわほわってはしますけど、ええ、うん、受験どうするっていう話とかした時にあの人たちはなんか石巻方面が多いかな、多分ね時代変わってくるな、その子たちから、うんうん、昨日もちょうど夕方佐野高校の3年生と、はい、雑談を2時間ぐらいしましたで、佐野高校に、うん、どこ中学校から来たやつらが頭いいかみたいな話をしてたんですよ、うん、はい、話してた本人は、うん、佐沼中学校から行った、うんうん、大人数集団なわけですよ、うんうん、ところが少数派の南三陸チームとか、うんうんうん、少数派の若柳中チームとか、うん、そこがテストのたびに一桁ずらっと並んでくると、うん、左中生はそこに食い込むことができないみたいな、うんうん、感じの話で、だから外から来るやつらな意識高いんだぞみたいな、うんうん、話をしてたんで、やっぱりねここ津山豊里から石巻狙ってる子とかやっぱり見てるとこ違うんだろうなっていうのは、うん、今のね左高の勢力図とかとなんかね似てんのかもしれないなと思って、うんうん、若柳の子とか優秀で可愛い子多いんですよ、美人なんですよね。ほう、すいません、ここは後藤のですね、見た目の、通信簿もつけてるんですけど、はい、うん、あと静川から来る子は部長になっちゃう傾向が高いとか、部長、うんうん、頭いいしリーダーシップあるっていうことですよね、うん、だそういうのね目立つなっていう子、中学校どこって聞くと、うん、佐沼中負けてっから、うん、中田中負けてっから頑張れよっていう話を、うん、してんですね、雑談2時間しながら、はい、はい、というようなことで、高校生を捕まえてすぐ話し込む、うん、うん、鬱陶しいおじさんなので皆さん注意してください。はい、はい、それでは今9月、うん、注意点って他にないですか。注意点、まあそうだな、やっぱりね大事なのは何ですかっていうと、模試を受けましょうと。あ、新宮模試おすすめします、はい、でね、ちょっと前私話したかなって思うんですけど、うん、本屋さんでもやりますっていう形だったんですけど、うん、今ちょっとねあれからちょっと変更があって、ええ、うん、H 学館の佐沼津山とか、うん、あとは北上セミナーさん、はい、だと石の森のふれあいセンターで受けれるよってことになったので、はいはい、なので本屋さんがちょっとね、うん、受付できなくなっちゃったっていう形だったので。なるほどなるほど、うん、じゃあ元のお話で、うんうん、H さんと北上さん、うん、はい、うん、ここが元からやってるし今からも安定してやってもらえるから、うん、そうですね、あとは、まあうん、ホームページの方から宮城もちさんの方のホームページからこうあと
こう、なんですか、祝祭劇場の方で受けたりもできるので、うん、そこはどっちでもって言ったらあれですけど、うん、そこは、あ、うん、そっかそっか、あの石の森会場と、うん、水の里祝祭劇場会場っていうふうに同日で分かれてるんですよ、まあ、同日だったり日程がちょっとずれたりとかっていう形になってますね、うん、なんで中3生はもう、模試は絶対受けなきゃいけない、うんうん、ちょっとねお金はかかりますけど、うん、模試は受けなきゃいけないし、あとは11月からのことも